ようこそ我が館へ。四人とも道に迷わずよくたどり着いたな。ただいまより本年度の開山の日を記念し、開山の宴を開催する。開山、怪しきこと山のごとし、山にまつわる怪談を存分に語り合うがよい。くるーくくくくく。怪談ね、語り合おうっていうことらしいんですけどね。じゃあ誰から行きましょうか。まあ、じゃあ私から、はい、行かせていただきます。まあ、山の職業怪談っていうのはそれこそね、田中先生なんかはまあ非常に専門家でいろいろあるとは思うんですが、私もまあ漁師さんとかの知り合いはいないんですが、林業をやっているもう若い人なんですよ。私より全然年下の人で、まあ拓也さんって仮に名前しておきますけれども、拓也さんはちょっと家庭環境が複雑だったんで、本当にもう中学を卒業してからすぐに働いている方で、で神奈川県の造園会社で働いてるんですが、その会社の関係でまた別の社長とも知り合いになり、そちらの林業の手伝いもヘルプで行くようになったんですね。もう主に丹沢の方の山 で植林してある杉の木なんかも、あれもちゃんと間伐とか枝払いとかして管理しておかないとちゃんと育たないので、そこら辺をだから国とか県とかなのかなから仕事を依頼を受けて、杉の枝を切りに行ったりいろいろしている。その日は、まあ、大山のあたりで、そんなにね山深いところじゃないんですよ。普通の登山客も行くようなハイキングコースからちょっと外れたぐらいのところ、先輩と2人でちょっと枝払いをしに行くっていう仕事だったんで、ハイキングコースからちょっと外れて2人で歩いていくうちに、あれと思ったのが、あれ山火事でもあったのかって一瞬思ったらしいんですよね。目の前の大きな杉の木の上の部分にすごい大きな焦げ跡があったんですよ。ちょうど自分たちが見上げるあたりにこう、まあ、ラグビーボールみたいな形の楕円みたいな、形の、でもまあ1メートル以上あるのかな、直径黒焦げになった跡がある。あ、でも違うな、他の木は別にどうにもなってないから、なんであの一本の杉あそこだけあんな焦げ方してんだろうと思って先輩の方見たら、お前よく見てみろよって言うから、えって目を凝らしてみると、その黒いところに黒いものだったからよく分かんなかったんですけども、その焦げ跡のところに釘ですね、黒い大きな釘が打ち込まれてあったんですよ。えっと思って、でも普通の釘じゃないんですよ。あのこう丸い頭がついている釘じゃないし、まあ、大きさも全然大きい、ぶっといし長そうだし、それがまあくさびみたいな感じですよね。こうピラミッドをもっとグイーンと細長くしたようなくさびみたいな釘が、おそらくすごく長いんだろうけど半分以上めり込んでるって、まあ、まるでそれを中心にして燃えて、焦げてしまったような風に見える。と思いながらこう上を見上げながら近づこうとすると、あ、ちょっと待って、気をつけろ気をつけろ、下見てみろ、え、下見たらそこになんかぐじゅぐじゅになった植物っぽいものが落ちてるんですね。で一瞬なんだか分からなかったんですよ。まあ見覚えがあるとか自分も知っているものだったんですけど、サイズ感があまりにも違くて一瞬分からなかったんですけど、それすっごい大きな藁人形だったんですよ。2リットルのペットボトルとかよりももう一回り二回りぐらい大きいような藁人形がポトンとその杉の根元に落ちてる。燃えてる気配はない、上の方は燃えてるのに、その藁人形もぐじゅぐじゅにしけってて、まあお腹のあたりなんかも藁がほつれて、で何かが飛び出てる。あ、なんか飛び出てる、なんだろうと思ってポーって触ろうとした瞬間に、おい触るなって後ろですごい声で、えって、お前絶対それ触んな、触んな、いいから、まあ、触んないようにしてお前、まあ、見てみろって先輩に言われて、え、見てみると何か四角いものがその腹の中から 2,3 枚飛び出してるんですが、それエルバンの写真だったんですよ。でそれも色あせてる感じなんだけど、でまあちょっと顔近づけて見てみると、その写真どれも明らかによくは見えないけど家族写真なんですね。お父さんお母さんと小さな子供が写ってるような写真。あ、これ牛の国参りかって拓也さん思って、もう弦が悪いから今日はもう山出るっていうことになり、で帰りがけに軽トラとかトラックとかも泊まれる大きな駐車場になるコンビニに寄って、でその先輩
カップ酒買ってきたんですよ。この人まさか飲酒運転する気かと思ったら、それを口に含んでプーって一見自分に吹っかけてきて、で先輩もプーって自分にもやって、で、さっきまでいた大山の方に向かって、お前あっちに手合わせろっつって手合わせさせられた。一応軽トラとかが入れる林道の中ではあるんですが、一体誰があんな大きな藁人形を持ってって、ちょっと高いところ、私たちの頭より高いところにどうやってあんな大きな釘打ち込んだんだろう。で多分鉄の釘だからものすごい重たいはず。女の人が一人でそのことできるんですかね。いや分かんないですよ、分かんないですよ。まあ、もしかしたら大人数でね、大きなトラックとかで行って乗り込んでいたずらかなんかのために機材いろいろ使ってやればできるのかもしれないけど、そんなことやるか。いやでもやっぱりって拓也さん言うんですけど、でも僕はやっぱり夜中に女の人が一人でどうにかしてあそこに大きな藁人形を大きな鎖みたいなって釘で打ち込んだ方がずっと恐ろしいと思うんですよね。まあそんな話を聞かせてもらいました。ものすごい執念を感じるというか、普通の呪いではもう効かないというか、それでは足りなかったからわざわざそういう手段を取っているわけですよね。でも物理的に不可能じゃないかとね思うんですけどね。でもある神社はね、年末にアルバイトを募集した。それも公じゃなくて知り合いのつてでみたいな。でもすごく一晩で3万とか5万とかあるんで、で何だろうと思って知らずに集まったら、まあ50人ぐらい集まってて、地元の若い子たちが、でご自身に実はこれから裏山にいわゆる呪いの人形がいろいろと下がってるから、はい、釘を抜いてくれ、そういうバイトだったらしくて、はい、そんなんしてたたりとか起こらないんですかって言ったら、それは何とも言えませんって。でそれダメっていう人は口止め料として1万ずつお渡ししますので、これ言わないでくださいと、で大丈夫だという人は一緒についていって一晩で藁人形を見つけたら抜いてくださいって言われたらしくて、半分ぐらいダメって言って帰ったらしいの。半分はでも5万ぐらいもらえるので、じゃあ行くよって言った。その時にね、脚立とかはしごを使わないと登れないようなところに打ってやったりとか、あるいは崖が下谷なんだけど、どうやってこんなところにっていうところ、こう人にこう体を支えてもらってこうやって抜いてとか、どうやってこれをでも誰か打ってるのが確かなんだよね。だから絶対抜かれないように頑張ってるってことだから、それが執念というか、もう恐ろしかったっていう。すごいですね。なんか広島県の女性に聞いたんですけども、広島と岡山の境ぐらいに住んでる方 で山のその方なので、その辺すごいこの牛の国前に盛んな地域らしいですよね、うんうん、子供の頃からよく見てたそうなんですけど、やっぱりその藁人形見つからない工夫っていうのをやっぱりされてて、そういうところでは木のこの皮をこうめくるとそこに藁人形が打ってあるとか、それ木をだからわざわざ皮をこうちょっと剥がして打って隠すみたいなのがいっぱいあったらしくて、その普通に山とかで遊んでると触っちゃいけないものが普通に出てくるとか。でも最近ね、藁人形じゃなくてその呪うべき男の靴とか帽子とかあります、ね、ありますスマホとか、はい、それがこう打ち付けてやったりする。あとやっぱりね、毛がついてる場合多いです。人型の折り紙とかを人型に切ったやつに、でそこそ パウチとかジップロックみたいなやつに一緒になってて、毛で妙に縮れてるんですよ。だこれはまあ天パの人か、もしかしたら下の毛なのかなっていうのを 2,3 回見たことありますね、うん、次は誰が語りますか。じゃあ私が、はいはい、私はまあ、東北地方のマタギの人との付き合いが深くて、特にまあ兄マタギなんですけども、まあ、これからお話しするのはですね、下北半島、青森の下北半島ですね、斧のみたいになったあそこのちょうどな真ん中あたりですかね、畑集落というのがあるんですよ。ここはすごい山の中で、ほとんど高地畑地がないとこで、まあ、厳しいとこなんですよ。でそこのね、代々マタギをやってた岩崎五郎さんという方に聞きました。この方ね、五郎さんですから5番目の子供で、何人家族だったんですかって聞いたんですね。その五郎さんは10人兄弟の5番目なんだよって、
お父さんもおじいさんも分家筋だったんです。ですからそのまともな土地がなくてものすごく苦労したと、まあ、それで非常に貧しかった。でも小学校ぐらいになると山に一緒に行ったらしいです、お父さんと一緒に、まあ、寮で、まあ、マタギですからいろんなものを取るわけですが、カモシカ取ってたっていうんですよ、日本カモシカね。これは禁漁です、今も昔も。でもね、話を聞いてると、いや禁漁だとかそういう問題じゃないんだと、食べ物がない、食べ物がないんだからそこはのそのそ歩いてるカモシカをとっ捕まえて食べるしかなかった、まあ、それぐらい貧しかったっていうんですよ。でその時にね、いつも犬連れていくんだそうですよ。でここはちょっとねアニマタギとは違うんですが、アニマタギはね犬使わないんですよ基本的には。でもそこはねすごく犬を使ってて、その犬がものすごく優秀な犬で、熊の匂いをすごく取るっていうんですか、まあ、察知してね探すっていうんですよ。ある晩ですね、バンドリ漁夜、これ夜間発砲するんです。これ今も昔も禁止なんですよ。でもさっきほど言ったみたいに貧しいですから食べるものないから、夜間だろうが何だろうがもう取れるものは取るということなんです。で入っていくと途中でね、犬がちょっとそわそわしだして、あれと思って、まあ、その見てると分かりますよね、これクマがいるなと。だ犬がタッ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 と匂いを追って行った先に岩穴があって、小さい、ああこの中に入ってるんだと、もうそれはもう犬の状態から分かって、で準備を整えて犬をけしかけたんです、ワワワワンって。ただ中から思った通りクマが一頭出てきたんですよ。でそれをバンと打ってゴロンとひっくり返って、まあ腕のいいマタギさんですから、でああよかったよかったと、バンドリーに来て、クマは取れたって喜んでたんですね。でそれを引っ張り出して、あーって一息ついたらギャーってものすごい叫び声が森中に響いて、でみんなびっくりする、二人ともえっと思って、で見たらその岩穴から子グマが出てきたんですよ。あーそうかそうか、親子連れだったか。でそれも仕留めるんですよ。親グマが死んでしまうと子グマは絶対生き延びることができませんので、それにマタギにとっては子グマも大切なやっぱり獲物ですから、ちゃんと仕留めて、でそれもこっち持ってきて、そしたらまた次にギャーっていうものすごい声が響き渡って、で見たらもう一匹出てきた、まあ、これは珍しくないんですよ。クマっていうのは冬眠中に大体、まあ、平均して2頭を産むのが圧倒的に多いの、まあ、たまに1頭はいますけど、でそれもああよかったよかったって取った、帰ろうかなってしたらまた同じですよ、ギャーっていう絶叫が響き渡って、見たらまた出てきた。もうこの瞬間お父さん顔真っ青になっちゃって、四つ熊って言うんですけども、4匹の熊、4っていう数字がちょっとタブーなんですよね、マタギにとっては。7もそうなんですが、でこの4つ揃ってしまったっていうことで、もうお父さんはちょっと震え上がってしまって、これはもうろくでもないことが起きる、今のままだと我々にね災難が降りかかってくる、どうしようって一生懸命考えるわけ。それで あの人だったら何とかできるかなって言って、まあ、神様、お神屋さんを思い出すんで、一人の人で、これ多分ね、この間私ちょっと青森っていろいろ話聞いてたら、向こうだとねゴミ噌っていう場合が多いんですよ。でそのゴミ噌でも非常に力のある人を知っていたので、まあ、その人を呼んで厄払いをしてもらって、ああそうでしたか、そんなこと しなきゃいけなかったんですねって、じゃあ何もなかったんですかって言ったら、そこで一瞬黙るんですよ、五郎さん。俺は10人兄弟の5番目だって言ったべって、俺の後に生まれた子供は全員死んだんだよって言うんですよ。小学校に入るまでに全員死んだんだって言うんですよ。だからこれはいわゆるその、まあ、四つ熊の、まあ、たたりと言いますかね、やっぱそういうことだったのかなと。それから結局は力のあるって言われてる神様呼んだんだけど、それは全く役に立たなかったんだっていうことでした。はい、じゃあその4匹目の熊はもう打たずに、いや打ちます、もちろん打って、打ってで5匹目は出てこなかったって、ね、だから5出てくればよかった。そうですね、はい、まあ、まあそんなことはないんですけど、ね、はい、だからさっき言った7っていう数字も、はい、山に入った時に全員数えたら7人だったっていう時はなんかまさに藁人形じゃないですけど人型を作るらしいんですよ。まあ今はそんなことする人いないでしょうけど、それで7じゃなくて8だよということで山に入ると、そういうなんか避け方っていうのはあったみたいですね。それもなんか面白いですね。3と7だったら分かるんですけど、4と7って偶数と奇数だし、7っていうのはね、その昔、マタギの集団が2つあったんですよ。でそれが山に入った時にその中でですね、女の人がいて助けてけろみたいに言ってたんです。つまり身重だった。ある先に行った集団は
タブーなんですね、その血が関係することは。だからお産もダメなんですよ。だからいや、そんなやつは助けることはできないって言って掘ってったと。でその次に来た人たちは何を言ってんだと、そんなことが どうでもいいことだ、今ここで困ってるんだからこの人を助けるべきだって言って次の集団は助けたんですよ。ただそれが実は山の神で、じゃあお前たちに獲物をね授けてやろうって、その時の前に行った人たちが7だった、7人だったということで、その人たちはなんかね、えらい目に遭うらしいんですよ。それでやっぱり7という数字を意味嫌うようになったと言われております。いやでも近現代になってもその数字がパッと浮かぶとまずいと思うぐらいにこう脈々とそういう不吉な出来事、伝説っていうのがこう繰り返されてきたっていうことですよね。そうですね、いや死に直結しているので量が、だからやっぱりその自分たちではどうしようもない状況に置かれるわけですよね。あの雪崩であったりとか天候の急変だとか、今はそれいろんな形でその、ね、天気予報も把握できるじゃないですか、はい、でも昔は分からないから、そうするともう神頼みしかないんですよね。そうすると経験則でこういうことがあったからいいことがあった、こうしたら悪かったっていうのも代々受け継いでいって、はい、それで山でなんとか無事に戻ってこれるようにっていう、まあ祈りでしょうね、はい、そういうのは受け継がれた理由というのは。使っちゃいけない言葉とかも、言葉で、まあ、よく言われるのは里言葉、普通に使ってるこうやって話してる言葉は山に入った時は使っちゃいけないっていうんですよ。で山言葉というのがあって、はい、ただそれ私聞いたことない、その山言葉はね、マタギ以外の人に言っちゃいけないって言うんですよ。じゃあどうやって伝えるかっていうと、山に行った時だけにこう口伝でって言うんですが、不調としてはね、例えば米のことを草の実って言うとか、そういうのはあの残ってます。ただそのじゃあ全体のこ文あの話す言葉ですよね、文法とか、それがどうかっていうのは全くわからないんで、私はだからその山言葉っていうのは一体どんな言葉だったのかなという。なんかそれこそ参加とかの言葉は逆さ言葉で使ってたみたいな説が、あだから、はい、そもそもザーギンでチャンネーとシースーってまあジャズの人たちが使ってたことでしょ、昔は。でそのジャズの人たちもその参加とかの言葉を真似してたっていう、まあ仮説っていうか、まあね、俗説ですけど、だからヒデちゃんとかやっぱ山の言葉で喋ってるのかな。いやー、早速興味深い山階段が続いたな。ここでちょいと箸休め。この宴のために私が仕留めた獲物を使った山グルメを用意したぞ。量もするんだ。この人はでも多分ご主人ではないんでしょうね。いただきます。なんか出汁からして違う気がしますね。うん、こんなんてこれうまかったっけ。思っていたより柔らかいですね、お肉が美味しい。あと多分すごい深さも汗かくと思います。ああちょっと楽しみです。ビールだなこれは。これはビールが、生が欲しい。鹿はやっぱり熊とまた違っていい意味で上品な感じですね。うん、キジ肉美味しいの。キジ肉初めてこれ。うん。キジ、まあこういうやっぱり鶏とは微妙に肉質が違いますね。うん、なんかほどけ方というか口当たりが。イノシシも全然癖がないですね。多分さばき方がうまいんだと思います。ああ、はい。はい。もっと言えばその取り方によっても。うん。うんなんか私の知り合いで兵庫県であのレストランで料理人をされながら漁師さんをやってる方がいるんですけど、その方はそのできるだけ血を流したくないから投げ縄で取るって言ってましたね。で鹿とかにこう引っ掛けて、で木に縛り付けてから一気に血抜きをしてっていうふうに言ってました。それが一番おいしいと。
昔の人はワイルドでね、僕のおじいちゃんでもそうだったけど、あの生きた鶏をね、庭で放してクワ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 クっていうのを追いかけていくのよ、鎌持って、うん、で、捕まってパーッと首切るのよ、うん、でもね、首と切られても鶏はまだ走ってるのよ、走るらしいですね。それを見てトラウマになりながらも鶏肉は好きでした。なんとも恐ろしい、うん、いや、恐ろしいよ、でも恐ろしいけど。じゃあまだ話してないのはどなた？じゃあ私がお話しさせていただきます。私京都で大学時代を過ごしたんですよね。そこで出会ったいろんな方に不思議なお話を伺ってたんですけど、京都の清華大学っていうところに通っていた方のお話。当時その方は男性なんですけど、北山っていうところに住んでて、住宅街がいっぱいあるんですよね。でそこから少し離れた山をこう迂回するような道を通って大学まで通ってたんですけども、そこまで自転車で行くんですけど結構遠かったんですよ。でこれ続けられないな、なんか近道ないかなっていうので、あちこちこう走って探してみたら、この山を迂回するんじゃなくてもうそのまま越えてしまうと、本当にちっちゃな山だったそうなんですけど、そのちょっとした登山のルートが一番早いということに気がついたんですね。なのでその日もその午後の講義を受けるために、その昼過ぎぐらいにちょっと出発して、で一人で自転車乗ってたんですね。でその山に行くまでの道中に、いろんなそのマンションとか住宅街の横通り抜けて、緑ヶ池の脇の道をぐーっと通っていくんですよ。でその日すごい曇り空だったんですけど、その緑ヶ池のその脇のところにこう草がこうわーっと生えてて、その草を避けるようにずっと走ってた。でね、草が風にこう揺れてるんですよね。で遠くまで見えてて、もう緑が眩しい時期なんです。それを見てたら、なんかいつも見てる景色なんですけど、ちょっとあれ、いつもと違う、なんだろうなと思うところがあって、よーく見てみると、その揺れてる草の影から遠くの方からなんか子供が見えるんですよね。ん？よく見るとその子供が裸で全身緑色で、こっちをこうじーっと何か草から覗いてるような格好なんですね。目が合ってしまうと、でもスピードに乗って漕いでいるので、もうそこでもう止まれないし、止まりたくないと思って、その脇を駆け抜けるんですよ。その時にちらっと見ると、その顔も全部緑、目のその目玉の中まで真緑だっていうんですね。あまりにも気持ちが悪いのでゾッとして、早く大学行ってしまいたいと思ったんですよ。でその山に登っていくの少し不安になったんですよね。でも、まあ、この道引き返すよりもその山登っていって、その早めにその大学着いてしまった方がいいというふうに判断して、なるべくスピードを出してその山道入っていくんですね。でぐん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 登っていくとトンネルが出てくるんですね。でそこがまあ短いトンネルなんですよね。まっすぐのトンネル、自転車で走ってしまえば1分ぐらいなんですよ。でよしと思って立ちこぎでそこを通り抜けようとして、そしたらこのトンネルが始まるこの境界線のところを通り抜けるっていう、その瞬間に目の端にちらっとさっき見たその子供が立ってるのを見つけるんですよ。でちょっと振り向くとやっぱりいると、あ、追いかけられているということが分かって、で猛然とスピードを出していくんです。でぐーっと走るんです。なんですけど、そのトンネルの景色、真ん中ぐらいまで行ったところから一切動かなくなっちゃうんです。自分は必死でペダルを漕いでるんです。でも景色が全く変わらない、同じところにまるでこう自転車をこう立ててそのままこう車輪を回しているような感じになってしまう。だんだん疲れてくるんですけど、なぜか車が全く通らない。でどうしようどうしようと思う、振り向けないんですよね後ろ。すると自分が自転車を漕いでいるそのペダルを回るカラカラカラという音の中に何か聞こえてくるんですよね。それがペチャッ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 という音なんです。で後ろ振り向けない、怖くて振り向けないんですけど、あ、さっきの子供がまるでこう裸足でこの濡れたトンネルのこのアスファルトをかけてきているような音だっていうふうにイメージする。そのペタッペタッペタッペタばかりがどんなに漕いでも
近づいてくるとそればかりなんですね。で距離がどんどん近づくんです。でもうすぐ後ろにいるんじゃないかなという気がしてくる。そこで絶対に捕まってはいけないとこの方思ったんですよね。で立ちこぎのその力をなんとかも全身の力を込めてぐーって漕いでいくとちょっとずつ景色が動き出すんです。でそのままゆっくりゆっくりスローペースで自転車がそのトンネルを出る。その瞬間にガッとスピードが出るんです。でそこから一回も足をつかずに大学までたどり着くんです。それで駐輪場になんとか自転車を止めて、でその場にへたり込んじゃうんですよね。ああ今の何だったんだろう。でも周り人がざわざわいますからちょっとホッとするんですよ。そしたら向こうの方からおーい友達がやってくるんです。同級生。あよかったと思って挨拶をしたら、お前なんで今日の講義来なかったの、そんな風に聞かれるんですよね。でえいやと思って時計を超えてみたら3時間経ってるんですよ。でふと見るとこう夕焼けというか西日が差している。自分の体感ではその家を出てからいろいろあって大学に着くまででも30分ぐらいなんですよ。3時間だなんてとんでもないと思ったけれども、でも確かに日は暮れていってるんですよね。でもそれからその道使うの怖くなっちゃったんで、結局また迂回する道を通って大学通うように彼はなるんですけど、その時のことを振り返って、あそこでもし自分があの子供に追いつかれてしまっていたとしたら神隠しにでも会っちゃってたんじゃないかなと、まあ、そう思うとあの時逃げ切れて本当に良かったですと、そういうふうにね振り返っておられて、でその京都の人がね結構いっぱい住んでる地域とはいえちょっとこう山の中に入っただけでそういうものに出会うっていうことがあるんだなと思うと不思議な話だなと思いました。この話ものすごく重層化してて、一つはカッパかなみたいな初めは ね緑色でね最初はね水温も、そうただトンネルで時間が止まったっていうのは、うん、よくあの狐に化かされて同じとこくるくる回るだとか景色が変わらないという話がある。だからじゃあそこは狐になるのかなとなって、で出て行って友達の多いって言って時間がそれだけ失われていたっていう、この時間がね消失される話になって、はい、だからいろんな話が交錯してて、うん、非常に面白いなと絶対京都のトンネルって階段があるじゃないですか。はい、ありますね。東山の方のね、あの京都の東の方もそうだし、清滝トンネルもそうだし、ね、まあ、山に囲まれてる町なんでね、そこから出るってちょうど境界を越えるっていう、特に京都なんてその境界意識がものすごい強いから、はい、もう市内に結界を張っているっていう意識がね、うん、働いてますよね。そうそうそう、張ってますね、あれは、うん、あと、まあ、トンネルじゃないけど首塚大明神のね、はい、あの峠とか四天王寺の墓とか、だからその京都のトンネルってやっぱり山を越える、境界を越えるっていう意味ですごく他の町のトンネルよりも階段が生まれやすいのかなって。あと、まあ京都の山そのものもね、周りね、あの信仰のある山ばっかりなんで、そんなことがね割とある、はい、うん、僕はカッパじゃねえかなと思って、山やしな、ちょっとやっぱりちっちゃい存在なんですね、子供ぐらい。で昨日なんか現代魔女の人と対談してたんですけど、やっぱりその人も小さいおじさん的なものは見る人は見えてるね。あのでそれはなんか緑の服を着てる場合が多いっていうんですよ。でもしかするとやっぱり、儀式的なことをやって、まあ、幻覚は見るわけですよ普通に、うん、それは別にあの不思議なことではなく、幻覚というものを見るときにやっぱり緑色の妖精みたいなものを見るパターンは多い。なんとなく妖精と思うとそのいたずらみたいなことでこの怪異を想像できるような気もします、うん、まあ、カッパも緑色として、あの想像されることが多いし、ね、うん、次は誰が行きましょうかね、はい、私しかないんで、まあ、そうですね、はい、私がこれはね、まあ普段怪談を集めてながら怪異については、まあ、懐疑的だといつも言ってる私が、っていう私の体験談なんですけど、これ今年の夏です、7月の28日だったと思うんですけども、月刊ムーの、三上編集長からちょっとあるところに取材に行かないかって、まあ以前からずっとその話を聞いてたんですけど、やっとこう行ける段取りがついたので、岐阜県の、まあ、ある山奥に、言うたらもう見柱鳥居っていう、
のが渦政のね、あの、はい、蚕の社とかあるんですけど、どうもそれより古いんじゃないかと。三角になってる鳥ですよね。そう、鳥ってまあ日本なんですけど、もう一本あって三で上から見れば三角形になってると変わった鳥があるんですけど、以前から僕はその鳥が気になってたんですけども、これね、あの現地のそのガイドがないといけないっていうところ で、うんうん、でその段取りをしているうちに、まあ、なんとかもう日程も組んで、一日行きましょうかっていう連絡が来たんで、じゃあ行きましょうかっていうことで4月28日に岐阜 の、 その山に登ったんですよ。で最初はね、三上さんの方からメールで、あのいろいろ現地の人に聞いたから、ナビゲーターの人に聞いたけど、まあ、サクサクっと1時間ぐらい、ゆっくり行っても1時間半ぐらいで頂上に着きますよって聞いてますよって言うんで、あ、だったらいけるかなと思って、割と軽装で行ったんですよ。そしたらもうとんでもない、もうあの ガイドの人がまあロープをこう持ってきてる時点でやばいじゃないですか。あれみたいな。で早速もう山のこんなところにこうロープ張って、はい登ってくださいって、もうその格好ではないですよね。この格好です。この格好にいたんですか。そう、この格好です。山を舐めるなって。そう、ね、いやだからサクサクと1時間で聞いてたから。それで3時間かかって、まあ、そこに行って、で、まあ、カメラでパーッとこう撮ったわけですね。で30分ぐらい滞在して、でじゃあ帰ろうかと。行きが3時間だったんで、まあ、帰りは、まあ下まあ、登ったり下ったりなんだけど、まあまあ、下りはが多いので2時間半ぐらいかな。じゃあもう5時ぐらいにはあの車を置いてる山道に着きますからって言うんで、で僕はこうカメラをこうポケットにこう入れようとしたら、うちの師匠が「それ落としますよ」って言って。私が預かりますって、で彼女が受け取って、彼女のリュックサックの中にくさばっとこう入れて、うん、で下ったんですよ。道に迷いまして、道に迷うとか道がないんです。道がないところを延々と言ってるんです。じゃあ何を目的に言ってるかって言ったら、木にねこうテープがこう貼ってあって、それがね25メートルか30メートル間隔で貼ってあって、それを見ながら、あ、こっちこっちこっちって行くんだけども、やっぱりねテープが剥がれてたりとか、剥がれたテープが風に飛ばされたりなんかすると、あ、こっちにあるって、そっから間違ったと思う。でどんどん行くうちに、これどこだか分かんないってなって、も何回も何回も引っ返しているうちに暗くなってきたんです。でさっき言ったように、まあ7月28日の5時で明るいじゃないですか。それを想定してるんだけども、もうだん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 暗くなってきて、どこを歩いてるか分かんない、でどうしようってなったけども、ただ下に、ね、鉄塔があって、その電線がこうあるんです。それが見えるんで、あの下に道があるから、とりあえずあそこを目指しましょうって言って、もう道でも何でもないこんな山の斜面をぐーっとみんなで降りていって、三上編集長が、じゃあ沢があるからこの沢行こう、ここ下ろう言うのね。もうみんなで沢を、その沢ももう倒木はあるわ、草はあるわ、滝にはなってるわみたいなところ でズボズボズボと入ってきながら、ね、懐中電灯ないからスマホの明かりを前に向けると足元見えない、足元を向けると前が見えないという状態で、まああれは完璧に遭難しました。あれでも雪降ったら八甲田山やなっていう、もう今日すごいことになってて、でね、さっき言ったようにもう真っ暗なんだよ。鉄塔も何も見えないわけ。鉄塔を見直しましょう。鉄塔も見えないわけ。あそこに鉄塔があるぞ、助かったぞって言ったら、普通の木やったりして幻覚を乱すんですよ。ね、でここどうなんやろうと思って、もうどうしましょうって言ってるうちに、まあ誰か道があったぞーって言うんで、まあやっと助かったのが8時半夜の、あやっと山道に着いたら、すぐそこに車が止まってたの、自分たちの。そこは助かったんだよね。そのまま旅館に、まあ、戻りました。もうずぶ濡れで、で僕あのボイスレコーダーもポケットに入れてて、パッと見たらもうずぶ濡れで動かないのよ、うん、わっちゃーって言ったら、うちの師匠が、だから私預かる言ってたじゃないですか、ちゃんとナップサックで入ってますからねって言って、ああそれはごめんなって言って部屋に戻った。部屋に戻って、とにかくもうジュクジュクだった箱取りでやってるうちに、コンコンガチャッとうちの師匠が、ごめんなさいって言うわけ。どうしたんだったら、カメラがないですって言う。え、カメラない、落としたかもしれません。さあそうだわ、こんなところをこうやってるから、でタオルとかもなくなってたんできっと、で上の方にこう入れたから、まあポトッと落ちても不思議はないわね。というかカメラありません。え、俺一生懸命登って撮ってきた写真がないわけって。でボイスレコードもぐちゃぐちゃやし、データ何にもないじゃん。でうちのまあ師匠が、でも私もスマホで撮ってますから、まあ、それ使ってくれたら、ってなってたわけよね。
でその後にちょっと配信をしようかっていう話になってて、とにかくまあ無事に、まあ、ついてもつかなくても11時から配信になってて、じゃあ11時にやっぱり約束で配信しようったら三上編集長も、あ、じゃあ僕も出ますよって言って、じゃあ僕のホテルの部屋で配信しましょうってことになって、11時ちょっと前に秘書が来て、ですぐ三上さんが来て、いやどこで配信しようって、まあ、机のがあってその上に僕のパソコンを出たんです。じゃあまあここでじゃあやろうかって言ってパソコンをちょっとパッとどけたらこれがポッと出てきたんです、うん、で僕と秘書でって言って声上げたんです。三上さんが何カメラがあったのか何でええなと思って、いやこれね秘書のナップザックに入れてそこからなくなってたんですよ。それが今ここに出てきたんですよ。これは一体どう解釈すればいいのかなっていうもうね怪奇現象と超常現象を私は見てしまったと。でね実はその山にその目柱通りだけじゃなくてちょっといろいろな階段があったんですよ。つまりそこはなんでそういうものがあるかというと山上様がいる神様がいるから、だからそのそれについたエピソードがあってそれがちょっと怪談チックというか、まあ山の神様が怒ったっていうような話なので、ひょっとしたら僕たちはまあ無断でもないんだけども、ちゃんと現地の人のナビゲーターと一緒に行ってるんだけども、まあそれを写真撮ったりなんかして山の神様がちょっとお怒りになって道を迷わして遭難させて、ただまあ気付けてちゃんとした原稿を書けよということでデータを返してくれたんかなとも勝手に思ってんだけども、それしかそのなんか解釈のしようがない、こんなことがあるんだな、うん、返してくれたんだ、返してくれたんでしょうね、どこか沢に落ちてたんだけどそうですかで IC レコーダーも結局も次の日元に戻音声は元に戻って、で今のうちにパソコンに全部音声入れたら3日後ぐらいからまた動かなくなりました、うん、写真には特に何か変なもの写ってたの？いや普通なんです。普通に撮ったものは全部残ってる、データは全部無事なんですよ、うん、ただ一時期の間これは存在しなかった。だから見柱取りでちょっとワープゾーンっぽい形してる、まさになんかそういうなんかありそうだなって気はしますけどね。いやでもなんかこの山のその神みたいなものがこのカメラ消してしまうこともできたけれども、うん、帰ってきてそのデータも無事だったということはこれを大事に使ってくださいねっていう。だからそれ僕宮下通りずっと実は追ってるんですよ、はい、うん、で実はねこのもう5年ほど前から行こうかっていうそこに行こうかっていう三上さんと言ってたんだけど、いろいろとまあ合わなかったのと、やっぱりナビゲーターの人は見つからなかったのもあったのと、もう無理やり三上さんのからもう今年行きましょうってなったんで、もう無理やり行ったような状況だったんですけど、うん、林業関係者の人がねよくそのなくしたりするんですよね。そうするとやっぱりまあ神様にお願いすると、うん、そういう意味でその下半身を晒してねブラブラすると戻るとかね、そういうことを言う人もいるんですよ。女神様ですからね山の神。中根さん無意識にやったんじゃないですか。みんなだっておかしくなってるわけですよ。そう無意識にブラブラってそれとしたらやってたかもかな、ね、前の人間引きながら写真残ってないんですか、ね、三上さんも秘書さんのスマホとかに残ってない三上さんもこんなやつ原稿化して大丈夫かなと宴はまだまだ5合目。なぜ語るのか。そこに怪談があるからだ。後編も山にまつわる怪談もたんと語り合うがよい。まあ鳩だからかな。鳩ってちょっとテンションおかしいもんね。普通に。確かに鳩って思うと確かに。語る意志を削ぐような感じじゃあ次は誰か、どなたが。じゃあ私が、はい、これは秋田県のですね湯沢市、の水瀬地区というところで聞いた話です。これはどういうところかというと栗駒山ですね、秋田と岩手と宮城にまたがってる大きないい山なんですよ。そこでね山仕事をやってる方で北日本作道というね会社をやってる
方から聞いたんですけども、この作動というのはまあ普通ね皆さんあまり、こうお聞き覚えのない言葉かと思いますが、山の上で切った木をね丸太をですね収材するわけですよ。そうすると谷にあの張ったワイヤーでですねそれをこう集めてガーッと下ろすという、まあ、昔ながらのやり方で、今はもう林道が発達したんで、まあ、こういうやり方っていうのはねワイヤーで収材するというのはまあ少ないそうです。ただ少ないとはいえ日本の山は険しいので、まあ、どうしてもそのワイヤー使わないと下ろせないというところもまだまだあるそうです。まあ、そこの方がね社長さんがちょっと金子さんっていうんですけども、その方が話をしてくれたんですよ。もう今からですね20年ちょっと前のことです。まあ、今も昔もそうですけど山奥で作業しているわけですよね。である現場でですねちょっと不思議なことがあったんだって言って話してくれた。ある一人の作業員の頭にですね枝が当たったっていうんですよ。まあ、もちろんその人もヘルメットはかぶっていたと。でそこに枝が当たったんだけど直接は当たってないんですよね。それもその命取りになるような致命傷がこう与えられるような枝ではなくて、本当に細い枝がポーンと落ちてきたんです。直接当たってない、地面に落ちたんです。地面にポンって当たってそれがくるくるっと跳ね返ってその人のヘルメットに当たったんですよ。カツンって、本当にカツンっていうぐらい。だから誰も気にしないんですよね。そんな あの事故でも何でもないから。それがカツンと当たった瞬間にその人ねちょっと立ち尽くして後ろにストンと腰を下ろしたんですよ。でそのまま横にずっと寝るように倒れ込んでいった。で最初よく分かんなかった。誰も動かないから駆け寄っておいどうしたんだって言ったら、もうその人死んでたんですよね。まだ息をしてたじゃん、もう死んでたのその場で。みんな分からない、何が起きたかが。見たのは細い枝が一本ポンって当たってカツンって当たっただけなんですよ。でこれは一体でもねどうしたことだって言ったって、もうそこで人が死んでるのは事実ですから、やっぱり警察も呼ばないといけないし、でも警察を呼んでも結局外傷も何もないし、まあこれは急死だなということで片付くわけで、この後がちょっと不思議な話をさらに聞くんですが、でその人が実は亡くなる前に親戚の方とですね温泉行ったんですよ。すぐそばに温泉があって、で一緒にこう風呂入っててね、あーって言って、おめさとも風呂入るのは今日で最後だべって言ったんですよ。と言われた人は意味が分からないわけですね。いきなりそういうこと言われても、だからその返事のしようもなくて何を言ってんのかなと、で終わるわけです。次の日の朝、その亡くなる数時間前ですね、その作業に向かう準備をするところ、あのロッカーみたいなところあるんですよ。だからその人がね片付けを始めたって、綺麗に片付けていくんだそうですよ。で周りで見ててね、その時ね異様なぐらい丁寧に片付けるって言うんですよ。だからすごく印象に残ったの、周りの人がこの人なんでこんなに綺麗に片付けるのかなって。で私これ聞いた時に、まあ多分その社長も同じこと言うんですが、その方ね、なぜかは分かりません、何らかの理由で自分のその死に時っていうのが多分分かってしまったんだと。何かその時のサインみたいなものがおそらく私は決まってたんだなって思ったんですよ。それがあのカツンだったと、まあ、当たった瞬間に、ああ俺はもうここで終わるんだねってスーッと後ろに腰掛けて寝るように、まさにもう安らかに世を去ってるんですよね。ただやっぱりその栗駒のね山中でその人って本当に最後ってどういうふうに見てたんだろうなって、それを思うとねちょっとなんかこう、切ないというのか辛い気持ちはしましたね。はい、こういう話は聞きました。ほとんど同じような話を聞いたことがあって、ある大阪の有名な芸人さん、女性の芸人さんなんですけども、ある日突然、私ないついつの年末に死ぬねん、急に言い出した。それも何月何日の何時まで言って、で他の芸人さんが「何言ってますね姉さん、そんなわけないですよ」って、「いや私この日死ぬねん死ぬねん」ってずっと言ってて、でも病気の兆候も何にもない、普通なんです。でその日の年末忘年会かなんかやって、その時もちゃんと出席して、で彼女が予言した通りの日にポコッと亡くなった。それは病気か何か。いやでも病気でも何でもないです、突然死なんです。やっぱり先ほどの話と同じように、うん、そうもう心不全みたいな、急性心不全みたいな、みたいなんです、ね、うん、で何をそう思わしたのかね、どんなメッセージがどう降りてきたのか分かんないですけど、本人しか分かんないけど、昔の後田隆かなんかエッセイで書いたのか、なんか昔のそのおばあちゃん、まあ、死に装束とかやっぱり
手作りなわけですよ。昔そんな既製品とかないから、うん、全然元気なのに、ある日死に装束作り出して自分のだっつって、はい、ですごい時間かかるわけですよ。何ヶ月、下手したら1年ぐらいかかって、でちょうどそれを作り終えた日にパタッと死んじゃったって。あれ、私山のやっぱりその旧家で、うん、代々同じ月の同じ日に当主が死ぬっていう話聞いて、4代ぐらい続いてる。僕もそれ聞いたことありますわ、ね、同じような話ありますね、うん、何なんでしょうかね。不思議ですよね、ああいうのも。じゃあ次は私行きます。はい、はいはい、お願いします。これはもう僕 の、 あの怪談仲間の S さんっていう方、この人は新潟の出身で、でも山間部のね、田舎の出身なんで、まあ幼い頃は よく山で遊んだんです。でそのお父さんも山に詳しくて、お父さんはあのな、素人は山に登らん方がええぞ、危ないぞってまあ常々言ってたらしいんですよね。でまあ S さんの、まあ、高校生の頃なんか山登りがナウイっていうような時があったらしくて、というか山に登る人はおしゃれだと、でモテるためには山登りだっていうことがあったらしくて、まあ、雑誌だとかテレビのワールドショーなんかで紹介されて、でアベックで、ね、今はカップルというとかでその山にキャンプに行ったりだとか山登ったりするのが、まあ、トレンドだったという頃に、俺は山登りすんねん好きやねんってまあ言ったんだけど、クラスメイトからそう突っ込む、お前山登ったことないやんって、山登りの道具持ってないやんって、その聞いたことないわって、いや俺は山登りできるからするから今度日曜日もするしみたいなこと言って、え本当に行くの、何だけだけ行くよって言って言っちゃって、本当に行ったんだって日曜日に。であいつ本当に行ったらしいぞと、え大丈夫か初心者ぞって、まあ、心配してたら、案の定夜遅くなって家族の人から、あのうちの息子戻ってきませんってなって、ほら見たことかって言って、まあみんな集まって、で要は消防団の人だとか警察と一緒にその山に行って、で、まあ、山狩りをしたと。朝になってその A 君が見つかったのが、えなんでこんなところに来たのみたいな、谷底みたいなところで見つかって、でとにかくもう両足骨折してるし、もう衰弱しちゃってるんで、そのまま病院に搬送されて、そのまま入院になったんですよね。でようやくまあ容体が落ち着いた頃に、何があったの、なんであんなところにいたのって話になった時に、まあ、こういう話が出た。あの日午前中非常に晴れてたと、あこれは楽勝だなと思って、まあ、登ってると午後になって天候が崩れてきたと。でその稜線に沿ってこうワイヤーが張ってあったんだけども、どうもその通り言ってんだけど、地図を見るとなんか離れてきてるんで、どっちが正しいんだろうと思ったんだけど、でもどこのワイヤーを伝って登山客が行ってるようだから、もう地図が古いのかなと、まあ、彼は思って、でそのままワイヤーを伝って稜線ずっと登っていくと、あやばいと思った。そのワイヤーが導いたところはもうなんかもう切り立ったような岩があって崖があってみたいな、あこれは違うと思った時に足を滑らしてザザザザザザーッと下に落ちていって、河原にドーンと転落したんです。でその拍子に両足の膝を割っちゃって動けなくなった。でうわどうしようと思ってふっと見たら、まあ、上の方にそのワイヤーがあって、で空がこう晴れてきた。でとりあえずもう動けないしここで待つしかないと。で待ってると、まあ、そこにワイヤーあるんで、まあ、登山客も来るだろうから、でその時に助けを求めようと思って待ってると、天気が良くなってよかったなっていう声が聞こえてきたんで、すいませんすいません助けてくださいすいませんって大声上げた。あの僕あの滑落して下に落ちちゃったそうです、足も動かないんです助けてくださいって言ってると、岩陰からひょこっと顔を出したのが30代後半のなんか面長の男だったと。ああそれは大変だねって言って、あ助けてください動けないんですちょっと待ってね、たらそのだいぶある崖なんだけども、いつの間に降りてきたのか、もうそこにいて、大変だねどうしたの、足動かないんでどうしましょう、ああこういう時はね降りた方がいいんだよ、あの降りられる、いやちょっと無理だと思います、じゃあ僕は肩貸し上げるから、じゃあ行こう、というか下に行くしかないんだよ、下に行けばあの稜線があるから道があるから そこまで行こうって言って、しょうがないも彼を信用するかしょうがないんで肩貸してもらって、
でまあ歩き出したんですけど、両足骨折してるんでもう歩けないわけですよ。それでもまあ彼を信用して降りるしかない。浮き石を踏むたびにガッと激痛が走るし、足も動かないし、汗はダラダラ出てくるし、熱は出てくるし、体は冷えるし、怪我人をなんでこんなとこ歩かすのってところを歩いていくわけだから、それを察したのか、その男もいや辛いだろうけどもね、これしか方法はないんだよ、しばらく行くと川が流れてるから、そこまでとりあえず行こう、そこまで行けば稜線のある道行けるからって言って、信用してもう極端に流れながら行って、もう限界、もうこれ以上歩けないです、そうか、でも耳そばしてごらん、川の流れが聞こえるだろう、あ聞こえます、うん、もう近くだから、もうそこまで行ったら助かるから、いやでももう これ以上歩けません、あじゃあ君そこで休んでて、僕あの水汲んできてあげるから、待っててねって言ったっきり戻ってこない、大声出して、でも、もう反応もしないし、辺り見るとここどこって、こんなとこ人来るわけないじゃん、ここに来るんだったらさっき滑落したところにいた方がまだ助かったかもしれん、でも大声出すんだけども何の反応もないし、男は戻ってこないし、で日も暮れてきたんで、あもう俺死ぬなと思ったらしい。そしたら朝になって、まあ、仲間に見つかったっていうことを彼は言った。みんなからお前なって言って、あのそういう時に下に行くバカがいるか、こういう時は上に行くんだって、うん、上に行くと、まあ、上に行く選択肢は一つしかない、で上に頂上に行くと、まあ、登山客も来るだろうけど、下に行けばどんどん選択肢が広がっていって、どこを行ってるのか分からなくなるし、お前みたいに滑落したりだとか、怪我してる人間はもうどんどんそれもひどくなる、なんでそんなことをしたんだって、もいやだって男がって言うわけ、でもお前よくあそこで助かったよなって、なんとか沢っていうとこだろ、そうそうそう、あそこってなぜかあの山で遭難した人が死体として見つかるのはあそこなんだよね、必ずあの山で遭難した人間はあそこで死体で見つかるんだよね、よくお前助かったよねって時に彼はゾゾッとしたんだって、えじゃあ俺はそこにわざと連れて行かれたのってなったわけ。それどんな男だったって言われた時にハッとした。まずその男の主長という印象はあるんだけども、顔はのイメージがないんですよ。しかも彼の肩を借りてこう歩いて下をずっと見てたんだけども、自分の影はあったけどもう一人の影はなかったと記憶がある。だから顔はなくって影が今覚えはなかったんだよね。でもね、 S さんのお父さんはそれで、あれはきっとね、俺思うんだけど、滑落して落ちて顔をなくしたか、獣に顔を食われたやつだろうね、それが仲間を集めようとしてそういうことやってんだよねって、まあ、彼は言ったらしいです、という話です。うわ、いやいやいや、と鳥肌がこれ私ね、あの奈良県 の大峰山系で聞いたというか、あそこすごいたくさん人がいなくなるんですよね、うん、って遭難する人が多くて、町役場の人がちょっと資料を見せてくれたんですよ。それはすごく興味深い資料で、話を聞いた時から5、6年前だったかな、あの一人で入った人がいるんで大峰山に、それで1日目ぐらいにもうね、もう初っ端ですよ、滑落しちゃうんですよ、ほっこっちゃって、それで動けなくなってしまったんです。でそっからその人ね、発見されるまで1週間か8日ぐらいかかるんだけど、その間のことを克明にね、メモしてあるんですよ。それちょっと見せてもらったんだけど、もう1日目滑落した段階から目の前にいろんなものが現れるんですよ。まずあのヘリコプターが飛び回る、で自分の名前呼んでんだって、ああこれ助かるんだなと思うけど全然近くには来ないんだって、いつまで経ってもずっと回っていなくなって、で見つけてもらえなかったって、やっぱ動くと危ないと思うから、まあ、動かないようにしてるわけですよね。でもそこは登山道からも離れてるから、そこにいても拉致は開かないんですよ。それでどうしようかと思うんだけど、なかなか踏ん切りがつかなかった。そうするとこうやって見るとね、なんか斜面の下の方にね、建物が見えたっつって、お寺みたいなすごい立派なのがあって、うん、あそこに行けば人がいるんだと思ってそこに降りていくんですよ。ところは入るとこがない、 どうやっても入れないんですよ。で困ったな困ったなと思って、今度は闇の中に
自動販売機が見える、あ、自動販売機、あれなんか飲み物買おうと思って行くんだけど行くとないとかね、その連続なんですよ。それでね、途中でね、何だったか、下に車が来たって言ったのが、道があって車が来たから、あれに行かないとダメだって言うんで斜面を駆け下りていくんですよ。でその時にその人ね、持ってた荷物全部放り投げてんの。それなんでそういうことしたかわからない、当人もわからないって言うんだけど、で何にも持ってないし靴も脱げてるし、そうするとすごく目が悪いんだけど、眼鏡もなくしてて、もうとんでもない状況に陥ってしまってるんですよ。でも下行くと道もないんです。で朝になるとまだ相変わらずね、ヘリコプターが飛んでくるそうですよ。何々町の何々さんって返事してくださいって明らかに聞こえるんだって。でそれをね、よくあの人生きてたなと思ったけど、1週間ぐらいそういうのがずっとあって、やっぱりここにいちゃダメだって言うんで必死になって登っていくんですよ。やっぱ登山道行かないと人来ないから、やっと登って登山道に出てしばらくそこでひっくり返ってたら発見されるんですよね。その人が言うには、いやあれは全部幻覚であり幻聴だと、はっきりと全部してるんだけど、あれは全部幻覚であり幻聴だって言うんですよね。でもその時の当人には間違いなくそこには建物があって、間違いなく自動販売機があって、間違いなく軽トラが走ってて、全部それは間違いなくか、あの感覚としてはあったって。だって中山さんが実際ね、そのつい最近山の中で鉄塔をはっきり見た、発揮者の方も見たって。そうそう、で三上さんも見てんのよ、うん、三上さんも、あそこに鉄塔だろ、あそこ行こうぜったら普通の木だったのよ。これが欲しいみたいなものを、だからその自分の欲するものを見て、うん、でもねそれが幻覚と分かった途端にがっかりするのよ。がっかり。いや、山の中では本当に不思議なことが起きるものだな。ここで階段から少し離れて、吉田氏が九州の山で取材した不思議な像を紹介してもらおう。はい、わかりました。答えろんや、あれに答えろんや。まあ九州の島原の方なんですけどね、あの辺りって変な天狗の像があるんですよ、はい、でそれが一体何を表しているのかちょっと分からないですけど、本当に結構変なビジュアルなんですね。でまずは口の津町、口の津町っていうところの宝山神社っていうののコンピラのお堂ですね。でそこにある、でちょっと見づらいんですけど、はい、ちょっとでも変だなって感じ分かるでしょ。翼が横に張り出てるように見えます。そうですね、まあ、天狗は翼あるにはあるんですが、はい、その翼のフォルムもちょっとなんか独特というか、あまりこう天狗らしくないというか、うん、現地でも有翼少年像って言われてるんですよ。有翼少年、はい、はい、あの翼のある少年なんじゃないかって、天狗ではなく有翼の、はい、まあ言っちゃえばこれハート型でしょって言ってるんですね、はい、うん、翼が、そうですね、うん、で顔がこれでもやっぱりちょっと見づらいんですけど、うん、やっぱりなんかね外国人っぽいで、髪もちょっと外国の人っぽい髪、うん、でこれはこれとしてある。でも他にもやっぱり同じようななんかちょっと外国の人っぽい顔のハート型の天使みたいな翼をしてる天狗像っていうのがこの辺ちょこちょこあるらしくて、その中でも一番これすごいよねっていうので天使天狗像っていうあだ名がついてるんです。地元の確かに学校の先生が見つけてそういう名前つけたのかな。それはやっぱり島原のこの口の津とかは港の方なんですけど、もっと山奥です。本当にもう林道がちょっとあるぐらいの道なき道みたいな感じのところを行って、まあ、こう天使天狗像って今ではこういうちゃんと案内標識も立ってるんですが、この奥に岩の石段があって、こういうふうにちっちゃいですよ、ちっちゃいお堂みたいな祠みたいなのがあると。でここにいるのがこういうちょっと変なフォルムの天狗ですよね。でもうちょっとアップにしますね。ちょっとコミカルっちゃコミカルだし、でも天狗の造形ってあんまりこういうふうにはしないですよ、特に顔、うん、
まあ、翼はね天狗はあるんですけど翼のフォルムもちょっとそんなんじゃないよね。確かになんかハートっぽい造形をしてるで、まあアップにした方ですね。天狗って鼻が高いわけじゃないですよ、はい、鼻が長いんですよ、はい、あれって。ただこの天狗はやっぱり高いんですよ。高いで確かに外国の人っぽいというか南蛮人っぽい、うん、顔立ちだなっていう、まあ、言い分はちょっと分からなくもない。まあやっぱり言うのは隠れキリシタンですよね、はい、うん、でキリシタン遺物っていうものが一ジャンルとしてあって島原なんていうのはまあ本場っちゃ本場のところなのでこれもやっぱり隠れキリシタンがあのキリスト教を隠してバレないようにマリア観音みたいな感じで、エンジェルだったり、まあ、あるいはまあイエス・キリスト本人かもしれないけどこういう天狗ですよって言い訳できるようにあるいは宣教師を模してたりして作ったんじゃないのっていう人もいます。でそれは同じ山の中でもうちょっとこれあの麓の方に降りていったところにこういうお堂もあってここに山の神の石像があるんですけど、まあ、これ普通に、まあ、山の神って、まあ、こっちはもっとシンプルな、はい、あの ただのっていうか人型の石なんですけどここのところにある玉座みたいなところにこう斜めの十字が入ってるんですね、まあ、アンドレア十字って言ったりするんですけど×印ですね。でこれは隠れキリシタン遺物のジャンルの中ではこれ絶対隠れキリシタンでしょっていう風に言われがちな、もしかしたらだからね修験道とかも山の奥でやっている宗教だったり、まあ、信仰形態なわけなんで確かに隠れキリシタンたちがカモフラージュするには、うんちょうどいいっちゃちょうどいい、それの現れが天使天狗像、まあ、でもまあそこまで荒唐無稽根も葉もないことではないかもしれないなという、まあ、特殊な山の信仰のお話でしたね、はい、じゃあ次は誰にしましょうかね、はい、じゃあ私お話しさせていただきます、はい、山登りが好きな男性のお話 で関西に住んでおられるんですけど ある時同僚の人とちょっと休みを合わせてどっか適当な山登りに行きましょうよっていうことになってで、まあ、2人とも飲むのも好きだったんですよ。なんでその昼の間にパッと登ってで夕方をどっかで飲んでで夜中どっかビジネスホテルで帰って寝ようそういう計画で車で出かけたんですよね。で午前中に岡山県の某神社のその駐車場に車を止めてでその神社の本堂からこう登っていけるその参道がこう山道になっていてで上の方にもちゃんとこの参りできるところがあるので行く人は少ないけども登山にはうってつけというのをネットで見てでここにしようって決めたんですよね。で2人でちゃんと山のその装束でその仲見世通りをこう通っていってで立派な本堂をこう脇に入っていくとそこからその山道が始まるんですよ。で登り始めるんですけど登ってみるとその山道がそのネットでその調べてた情報よりも体感的にすっごいこう険しくってで大体3時間ぐらいで行って帰れるっていう風に目算立ててたんですけどどうやらまあそうはいかないかもしれないちょっと気をつけていこうで登ってたらだんだんちょっと霧もこう濃く立ち込めてきて気をつけようっていうんで2人でゆっくりゆっくり登るんですけどもう向こうから降りてくるような人もいないんですよね。道とかも、まあ、階段はちゃんとこう整備されてるんですけど落ち葉とかがこう積もって朽ちてて危ないんですよ。で一歩一歩こう歩くんですね。そしたらある時にこの男性がぐっと何かに足を取られちゃうんです。片足取られちゃう。でそこからちょっと抜けなくなっちゃうんですよね。なんかが靴底に刺さっちゃった。でちょっと待ってって言ってその刺さったものを確認したら地面からこう鉄の棒みたいなものがちょっと飛び出てる。でそれをこう靴の底から縫って抜いて見てみるとなんか錆びてるその鉄なんですよね。でちょっと
あれってそこで思うんですよ。周りはこの朽ちた落ち葉で茶色く黒くなってるんですけど、そこの錆びた鉄の周りだけぺちゃんこになった藁があるんです。それがね、藁人形なんですよね。で、うわーと思うんです。で、結構古そうなんですよ。だどっかの木に打ち付けられてた藁人形がここ落ちてきたんだと。で、二人とも藁人形を見るの初めてだったので、ちょっとまあテンション上がるんですけど、いい気はしないんですよね。早く行こうよ、その場を後にするんです。で、なんとか登って、あ、すぐ降りよう、でまた降りていく。戻ってきた頃、ちょっともう日傾きかけてて、くったくたになっちゃってるんですよ。あまりにもその他の人と様子が違ったのか、仲見世通り歩いてたら、そのサテンのおばあちゃんに、ちょっとそこのお疲れのお兄さんたちみたいな感じで声かけられて、休憩していったら、でせっかく誘ってもらったんで、そうしますっていうことで、野立てのこの席に腰を下ろしてお茶をこうもらったんですよね。で、今やこうやって山道登ってきたんですよねみたいなことをおばあちゃんに話すんですね。そしたらすごくその口が達者なおばあちゃんで、一人でずっと喋ってるんですよね。いや、この店ね、私もずっとねやって長いんだけど、まあ、昔はずっと主人とねやってたんだけども、主人がもうなんか何年か前に急に亡くなってから、私一人でずっとやっててね、でもお兄さんたちみたいな若い人珍しくてね、嬉しいわ、こうやってお話できてねみたいなことを言ってくれるんですね。で、あ、そうですかって、旅先でそういう話ができるのも嬉しいから、いくらかそういうふうに会話をして、でそれから二人はそのままこう飲みに出かけて、でその晩をほんとクタクタで帰ってきて、でシャワー浴びて寝るんですよ。その晩夢見るんです。でふと気がつくと、ものすごく深い霧の中を歩いている。で道がこうまっすぐ続いているんですよね。そこをひたすらテクテク歩いていくと、昼間見たその仲見世通りが現れるんですよ。でもその仲見世通りのカウンターのその向こう側、店の中とかに、昼間はそこに人がいたんですけど、夢の中ではその人の大きさ人寸大の大きい藁人形が立っているんです。こういう風にして、それがこうバーッと並んでるんですよ。で、なんだここはと思いながら身をすくめてそこを歩いていく。するとそのお茶をいただいたお店が現れる。そこにも大きい藁人形が一つあって、その横にあのおばあさんがちょんと座っているんですよね。ふとその夢の中で自分の手に何か古い金槌が握られている。それに気がつくんです。そこでふっと目が覚めて、で、あ、これは昼間ああいう藁人形を自分がこう踏んづけてしまったせいで、それをどっかで自分がやっぱり気にしてて引きずってたから、それがこう夢としてイメージになって私のこう頭に現れたんだというふうにこの男性解釈するんですけど、そこでいや、ちょっと待ってよと思ったんですね。昼間のその藁人形、自分は木に打ち付けられたものが落ちてきたのを踏んだというふうに昼間思ったけれども、果たして本当にそうだろうかということを疑問に思ったんですね。落ちてきたものがたまたま地面に突き刺さってまっすぐ上に出て、その釘の頭抜かれたその状態で自分がそれを踏み抜くなんてことがあるだろうか。固定されてるように感じるんですよ。地面にまるでそれが最初から打ち付けられていたものだとしたらどうだろうか。最初から地面に置かれたその藁人形、自分が踏まされたんだとしたら、つまり誰かがその地面に藁人形を置いて、その山道を歩いてくるたくさんの人にそれを偶然に踏ませて、それがだん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 地面に埋まっていくということで呪いを成就させようとしているんじゃないだろうかと。藁人形で呪いをかけるっていうのはものすごくリスクのある行為と言われてますよね。それが呪いがもし叶ったとしても、それが人に知れてしまったら自分に倍返しで返ってくる。だからその呪い返しを避けるために、誰かが呪いの代行をいろんな人にさせようと思って、そういうことを意図してやった可能性はないだろうか。もしそうなんだとしたら、その呪い返しを避けたいと思うほどに強力な呪いっていうのは一体じゃあどういうものなんだろう。
そういうふうに思うと夢の中に出てきたその巨大な藁人形がずらーっと並んでいる仲見世通りの光景というのもなんだかそのただ単にその夢の中のイメージとして現れたものとは思えなくなってきてしまってとても不気味に感じた。そういう話を聞かせてもらいました。まあ人を呪わば穴二つって言って、まあ、呪いは必ず大小が来る、はい、多から少なから、ね、みんなでやればみんなでやれば怖くない違うから、まあ、実際あの十字路に、まあ、首を埋めたり昔は人の首なのかなでもまあもうちょっと自虐だったら犬の頭とか埋めてでそれをなるべく多くの人が、踏み固めていくっていうためにまず十字路の真ん中に埋めるっていうやり方はあるので知らず知らずのうちにその手を借りて分散させて、うん、それありえるかもね、はい、呪いをかけた人の存在はもう分かんないですけど、うん、うまいこと考えましたね確かに虫の国参りをそのパターンでやるっていうのもそれ結構いい方法かもしれないですねだこれをもしどっかでこう聞いた人が牛の国参りやろうっていう時真似する人とかがねだからもうちょっと踏みやすい釘にしたりとかいいですよねあの踏み抜いちゃったら ね危ない危ないからもうちょっとなんかこうぐにゅってうまく突き刺さるような、うん、じゃあ次はで私がはい、はいこれもあの前半でお話しした拓也さんっていう林業の手伝いをやられている人から聞いた話なんですけども、まあ、それもやっぱり丹沢の方の山にやっぱり杉の枝払い間伐とかしに行った時なんですけどその時は割と大所帯で10人近くいたっつったかなトラック2台何台だかで行ってでしかも結構奥の方だったらしいんですよ。もう普通の人は来ないような山の奥の方に行って、まあ、植林はしてあるんですけどその杉林のところをいろいろ作業をしていたとで午前中の作業があってじゃあ昼飯に住んでっつって、まあ、ちょっと開けたところね向こうの尾根とかが見えるようなところに行ってみんなでワイワイ昼飯食ってたら一人のおっさんが「あっおいあれな!」って叫んで指さしたのが。まあ、それほど離れてないんだけど数百メートル、まあ、200メートルとかぐらいのところに向こうの山の尾根があってでそれは斜面がひどく急なんですよもうほぼ崖みたいな斜面になっていて、まあ、当然杉の植林とかできないで、まあ、草木とかもそんなに生えてないようなところの本当に急斜面のところ何かがこう這うようにしてシャカ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 進んでるんですよかなりのスピードでえいや猿じゃないよなあれで何より猿にしても大きすぎるしでもっと言えば着物を着てるんですよからし色の黄色っぽい女物っぽい和服の着物を着てるで、まあ、向こうを向いてるから顔とかは見えないんですよその背中が見えるでその頭もちょっと異様で大きすぎるんですねからし色の着物を着た胴体とほぼ同じぐらいの大きさのサイズで足は何も履いてないっていうかまあ靴とか草履とかそういうものは履いてなくて白いものが見えてるから白い靴下かまあ多分着物とか白い足袋みたいなものを履いてるで手は普通にあってでこれはシャカシャカシャカってすごいもう言ってるんですよ10人ぐらい全員見てるんですよでそうこうしてるうちに風向きが変わってきてほっ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 明らかに人の声が聞こえてくるんですって向こうからこっちにほほ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 笑ってんだか泣いてんだかどっちとも取れないようなうら寂しいような声でほほほほほほって明らかにそいつが言ってるんですようわって思ってたらその社長さんがあれはよくねえなって今日は作業中止って降りるぞって言ってみんなもう今日は降りるっていうことになって車に乗ってで、その後山降りてってでやっぱり、まあ大きい駐車場のあるコンビニで、休憩みたいな感じになってていやでも先なりすごかったなって結構興奮気味に話してるんですよあんなの初めて見たなって言ってるんだけどどうもみんなの会話聞いてるとそれぞれちょっとずつ見たものが違うんです、その拓也くんはからし色っぽい黄色っぽい着物着てる
って思ったんだけど紫色だったり、あとは花魁みたいな格好、じゃんじゃらの髪飾りとかつけたりしたって言ってる人もいれば、ただの人型のなんかミミズのでっかいものがグニャ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 ってなって、それは集合体になって、頭手足みたいな、あのもののけ姫の冒頭に出てくるようなああいうやつがグニャ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 ってうごめいてたっていう人もいるし、その笑い声とかもほうほうほうじゃなくてなんかもっと別の声に聞こえたっていう人もいれば、なんかわらべ歌みたいなのを歌ってたっていう人もいて、なんかそれぞれ言ってることは全く違うわけじゃないんだけど、どっかしらやっぱ微妙に食い違ってるんですって。でもう社長が「いいからお前そんな話すんだ」って、まあ、すぐ会社帰るぞって言って、そのまま会社帰って、したら事務所のところで「お前ら一列に並べ」って、社長どっか持ってきたのすごいカゴみたいなの持って、でそっからザバーザバーって塩撒いてきたんですよみんなに。で撒き終わった後に肩口見ると、まあ、塩が残ってるんだけど、塩に混じって黒っぽい粉みたいなのもついてるんですって。で社長これ何ですかって聞いたら、あそれはどんど焼きで焼いたお札の灰だって言うんですね。でその社長はやっぱり懇意にしている神社があって、その神社に、まあ、正月明けとかにあのその前の年の使ったお札を焼くどんど焼きの灰をもらってきて、でやっぱりその神社で清めたお塩と混ぜたものを大量に保管してるんですね。で田谷君それ聞いて、この社長はもう山でああいうものに出会うっていうことにすっかり慣れてるんだろうなというふうに思った、まあ、そんな話を聞かせてもらいましたね。全部違うように見えるっていうのは本当に不安になりますね、うん、まあ、女の人に会うっていう話はよくありますよね。着物とかなんかいるはずない女の人に会うっていうのは結構よくある山階段で、あ、異界のものっていうのは、まあ、物体としてあるというよりは何かのメッセージをポンと人間がそれぞれに受け取った時にそれぞれの受け止め方があるのかなと、はい、うん、その時に、まあ、その情報源からその受け取るものって違うじゃない。例えば一つのニュースソースでもいろんな人間、例えば新聞によっても違うし雑誌によっても違うし、一つのものをそれぞれ受け取ったら微妙に違うっていうのはそういうことじゃないのかな。まあ、多分確固とした物体としてあるわけじゃないでしょうから、ね、確固とした物体としてあったら同じ条件から見たらまあ同じものが見えるだろうけど、うんうん、はい、まあ、そういうことではないんでしょうね、うん、それぞれなんか違うカメラで撮影するみたいなので、うん、そうね、うん、それぞれにちょっとずつそのフィルターだったり、そういうことかも分かんないですけど、そろそろ夜が明ける時間だ。宴はこれでお開きにしよう。また来年、とっておきの山の階段を持ち寄って朝まで語り明かそうではないか。グッバイ。グッバイだ。グッバイ。もうちょっと威厳のある言い方が、ね、ありそうな気もしますけど。ハトですね。階段の日がじゃあ毎年あるっていうことなんですね。そういうことですね。そういう祝日みたいな。また来年ですね。来年ね、1年後に。